ツアイスウィーク2日目、うずらフォトさんの、ツアイスレンズでポートレートということで、これ4階の B という部屋を使うんですけども、今日はこのソニーの ZV-E10 にツイートの 2.8-50mm 50mm マクロレンズで撮っていこうかなと思うんですが、とにかく今回はいろんなレンズを試せる企画ということで、120分いっぱい撮りましょうという企画ということで、その中に入って私も撮ろうと思います。ロフィシアの 25mm の F2.4、 これで 35mm 相当ということで撮っていきます。今 50mm よりもワイドレンズ縛りということで指示が出ましたので、私が選んだのはバティスの 18mm、 2.8-18 と書いてますけども、バティスの 18mm、まあ、これ 35mm 版換算ですと 1.5 倍だから 28mm 相当ぐらいですかね。そういうことで撮っていこうと思います。次は望遠縛りということで、これは ZV-E10 に 85mm ですから 135mm 相当ということで撮っていこうと思います。これね、電源、マティスの場合電源落としてから電源入れると、ここにツワイストつくという、これがかっこいいんですよね。 135mm 相当だとこんなに距離が空いててもこれだけ大きく映るという感じですね。LED が入ったところで、今度はツイート 50mm、これで 1.5 倍ですから 75mm 相当で全身ということでね、撮っていくということです。来年はネズミ年ではないですよね。うさぎ年ですねこれは最近ポケモンにハマっているので、ポケモン風にしてみましたまあこういった具合で暗い場所で撮影ということなので、次はこちらレンズですね。スライスのディスタゴン 35mm の 1.4 1.4 の3号と書いてますけども、このレンズをマウントアダプターで ZV-E10 につけて、暗いところでシャッタースピードを稼いで撮っていこうと思います。 1.4 で6分の1秒、かなり暗いということが分かりますね。感度は800ということですね。シルエットだと25分の1秒で、感度が800、 F1.4 といった感じですね。奥のブラインドを開けるとこれだけ明るさが違うということですね、結構違いますね。第2もこんな感じで、はい、スタートしております。ミルバスの 15mm を R5 につけてですね、これから撮影していこうと思います。撮影の舞台はこれは4階 C 会議室ということで、先ほどこんなのが撮れましたよ。